はい、皆様こんばんは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。6月24日水曜日、お相手の寝る前の気持ち見ていきたいと思います。はい、本日も3択にさせていただいております。一番左が青のベンツ、真ん中がシルバーのベンツ、そして一番右が黄色のフィアットです。今回ルノルマンカードとタロットカードはそれぞれ出させていただいております。お二人の現状を頭の気持ちということで見ていきたいと思います。そしてロマンスエンジェルオラクルカードはこのお相手の方の本音、寝る前の気持ちということでカードを今からシャッフルして出していきたいと思います。はい、じゃあ早速ですが1番の方からいきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のブルーのベンツの方、お待たせしております。じゃあまずお二人の距離感をこちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。はい、こちらは33番キーというカードです。はい、これね、お二人のこれ距離感を表しています。そうですね、関係性はね、いいと思います。お互いにとって必要な存在だったりとか、二人の関係がね、なんか本当にこう大切、そして鍵っていうカードなので、二人の関係がね非常に強固、守られている強いもの、そういうふうな、絆の強さ、そういったものを表すかなと思います。案外お二人の関係はこれ、ね、もしかしたら長いのかで、そんなにね長くなくてもお二人の信頼関係、そういったものは非常にあるのではないかと思います。で、あとは実際にこれ家の木というのも表しますので、まあ、例えば一緒に住むとか、例えばお相手のマンションのキーを持っているとか、そういう可能性もあるかと思います。どちらかというと仲がいいラブラブなお二人にまず見えます。はい、じゃあね、お相手の頭の中の気持ち、はい、じゃあ見ていきたいと思います。はい、これタロットカードです。はい、ワンドのエースのリバース、そうだな、今何か進めない、ちょっとね今はちょっと立ち止まってしまっている、情熱が少しこう少しこう下がり気味になってきている、ちょっとそういうね気持ちが見えます。ただね、ちょっとトータルでカードをね判断していきたいと思いますので、ちょっと心の中の気持ちを見てトータルで見ていきたいと思います。はい、それではブルーのベンツさん、お相手のちょっとこのカードもなんか言ってるような気がする。はい、じゃあちょっとね開いて、おすごいですね、これがバーンと出た。はい、じゃあちょっとねこちらの3枚、はい、から見ていきたいと思います。あ、なるほど。あ、わかりました。あ、そういうことですね。はい。あ、はい。ですね。はい、大丈夫です。お二人のね、これね、関係になんかとって、こう、お相手の人がね、今、ちょっとこう、例えばね、やる気を失ってるとかじゃなくて、これね、コミュニケーションがね、ちょっとね、取れていないみたいですね、今。お相手の人、あなたとね、もっとね、話したい、会いたい、
なんかね、そういうふうにすごくね、思っています。なるほど、そういうことか。あなたとね、まず、電話でもいいし、なんかこう、連絡でもいいし、で、きちんと、なんかこう、寂しいっていうことですね。それをすごくなんか言ってるみたい。もっとコミュニケーション取りたいって。そういう感じですね。あ、早く会いたいんですね。なんか早く会ってあなたのことを抱きしめたい。あ、なるほど。だから、こういうふうなね、あなたのこと好きなんですよ。好きなんだけど、ちょっとね、しょぼんとしてる。なるほど。あ、お相手の人、あなた、なんか寂しいって言ってます。早く早く会いたいって出てます。今日が、水曜日。どうなんだろう。ちょっとね、週末デートできる人とかね、いらっしゃるかもしれないんだけど。なんかこう、早く会いたくて、早く抱きしめたくてみたいな、そういう気持ちが見えました。なるほど、そういうことです。はい。情熱的にね、あなたは愛されてると思いますよ。ねえ、このベリースーンとかすごい嬉しいですよね。はい、お相手の気持ち。はい、あなたに早く会いたいっていう、この気持ち。寂しい。話したいって、こう、そういう感じです。お話もしたい、抱きしめたいっていう、そういう強い気持ちが見えました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。おやすみなさい。はい、じゃあ2番のシルバーのベンツ、選ばれた方、お待たせしました。じゃあ、2人の距離感、見ていきたいと思います。はい、これは5番の木です。はい、5番の木。はい、お二人の関係ですけれども、こう、着実に、堅実に、ゆっくりと進んできた関係なのかなっていう気がします。お二人のこうゆっくりとした、こう、そういう月日と言えばいいかな、こう、もしかしたら案外長いかもしれません。なんかこう、長期的なね、にお付き合いされている方なのかなって、しっかり愛を育まれてきた方なのかな、そういう気がします。そうですね、なんかこう、5週間とかではなく、なんか少なくともね、例えば5ヶ月ぐらいは、なんかこうね、お付き合いしているのかなとか、こう、そういうふうに感じます。あとは、はい、お仕事。なんとなく医療関係の方、そういう気もします。はい、じゃあお相手の頭の気持ち見ていきたいと思います。はい、カップの8のリバース。少しずつまた近づいていく、元に戻っていく。はい、ちょっとね、トータルでカード判断させてください。はい、じゃあちょっとこちらからお相手のね、本音ベース、寝る前の気持ち、まずね、開いていきたいと思います。この子も言ってますね。はい、じゃあこちらからお相手の気持ち、はい、見ていきたいと思います。ああ、はい。あ、そうなんですよね。なんかこう、なんとなくなんだけれども、これ、再びっていうカード。これもね、そうなんですよね。これは、はい、私、あなたとお相手様の関係はね、案外長いのかな、安定してるのかなって思ったんですけれども、このお相手様、今あなたに対して気持ちがまた再び今盛り上がってきているところ、こう、そういうふうに見えます。なんか再びあなたにこう、向き合える時間ができたって言えばいいのかな。こう、早く、なんかこうね、あなたに、そうですね、なんか時間ができたっぽいですね。
こうなんかこう今までね、仕事にちょっと追われてたのかな、しばらくっていう気がして、お付き合いは安定していたんだけれども、なんかこのね、時間ができた、仕事のめどがついたっていう感じで、早くあなたに会いたいみたいな、きちんと自分の気持ちを伝えたいっていう風な、そういうね、こう早く再びっていうカードですね、それが出ています。そしてあなたととにかく今ね、こう楽しくお話をしたいみたいです。なんかね、飲みに行って、どっちかって言ったらこれ家でなんかこう談笑って感じかな。どこかにこう食べに行くっていうよりは、なんかこうね、どちらかの家とかでこうゆっくりこうね、手料理とかも含めて、なんか食べながら話しながら飲みながらゆっくり過ごしたい、そういうふうに出てるし、なんかこうね、僕は私はこう君にきちんと自分の気持ちを言いたいんだっていう、なんかこうすごく強い決意の表れ、そういうふうにも出てるし、こう再びね、あなたに会いたい、そういう、なんかこう優しい眼差しであなたのことをこう見ている、本当にこう好きだよって感じですね。それが出ているような気がします。このお相手さんはね、すごく穏やかだと思うんです。性格が穏やかなのに、今ねちょっとね、性急さが見えるんです。それぐらいあなたにこう早く会いたいんだろうな、なんとなくね、仕事のめどがついて、こうだからこそこうなんかね、こう飛んでいきたい、なんかそういう感じが見えました。はい、今日はこういう風なカード出ました。もしよかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。はい、3番の方お待たせしております。それではまず今のお二人の距離感見ていきたいと思います。はい、じゃあルノルマンカードです。開いていきます。はい、リングのカードです。リングです。いや、嬉しいですね、これね。お二人に今、実際ね、このリング、結婚指輪、婚約指輪、受け取ったっていう方もいるのかもしれません。実際なんかね、お相手様が、このね、リングを用意しているのかもしれません。で、2人に、なんかね、嬉しい約束とかね、あとはこう2人のこの絆、それもね、とても強いような気がします。どっちかっていうと、そうですね、こうラブラブなお2人、そういうふうに見えます。ちょっと今なんかこう非常になんか一番幸せな時かなっていう感じがしますね。はい、じゃあちょっとお相手の気持ち見てみましょう。もうどうしたんだろう、カップの4か。なんかこう、お相手寂しがってる。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこのカード、トータルで見ていきたいと思うので。はい、ラブラブだと思うんですけどね、ちょっと待ってくださいね。これかな。ちょっともう行きましょう。少しちょっとシャッフル。なんかピンとこない。ちょっと待ってね。はい、じゃあちょっとね、この3枚選ばせていただきました。さあ、どうだろうね。ああ、そうなんだ。あなたのことね、まずね、好きです。これは安心してください。ただこのね、カップの4になる理由が、何か、これは何だろうな、なんで、お相手様がですね、あなたに対して、
ああ、はい、わかりました。私、あなたとお相手様って今非常にこういい状況、なんかまあどっちかって言ったら言葉で言うとラブラブだと思うんですね。ただこう、これ結婚って言っていいのかちょっとわからないんだけれども、その2人が今こう進もうとしている道に対して何らかのトラブルとか、喧嘩かな、まあちょっとした口論、それがね、あったような気がするんですね。で、それに伴ってお相手の人がこう、なんかこう、あれ？みたいな感じで、なんかこう、ちょっとこう、あれ、こんなはずじゃなかったのにな、みたいな、ちょっとこう、そういうこう、心の中で、あ、心の中というか、頭の中でこう、このお相手の人がこう、ちょっとね、ショック、ショック、ショック、なんかね、そういったものをね、受けてるように見えるんですね。で、まあそのことに対してこうあなたとね、ああきちんと話さなきゃいけないなって思っていて、でもう心の中ではその今回の出来事に対して、このお相手様はこうきちんと話そうとは思ってるんですよ。きちんと話さなきゃとは思ってるんだけれども、もうあなたの気持ちはわかるって感じなのかな。だからこうもう状況、気持ちがわかるからね、大丈夫だよっていう心の気持ちもあるんだけど、でもまず話そうねっていう、こうそういう、なんだろうな、しっかりした気持ち、なんかこう感情だけでなんか分かったとかじゃなくって、こういうね、例えば喧嘩とかね、口論が起こったのであれば、じゃあそれがなぜ起こったのかっていう、ちょっとこう論理的な、こう理性、なんかこう知性がある方に見えるんですね。なので今回のこの問題をきちんと解決した上で、なんかこう、こうあなたにね、ああ大丈夫だよっていうことを言ってあげたいのかなっていう気がします。非常に理系の方、理詰めの方、そういう気がします。でもあなたのことはね、いやいや好きですよ、なんかね、あなたとね一緒にいるとね、このね優しい甘いこうとろーっとした雰囲気、なんかこうそこにこのお相手様もこうあなたに対してとろけちゃうみたいな、そういうところがねあるような気がします。2人はね非常に甘い雰囲気、心の中はこうきちんと話そうねっていう部分もありながら、あなたのことはもうとってもとても好きですよ、なんかこう、いや、いい人だと思いますよ、このお相手様。なんかこうね、なあなあにするんじゃなくて、きちんとそのね、原因を突き止めて、2人できちんと会話をして、それで同じことを繰り返さないようにしようね、みたいな、そういうふうなものが見えるような気がしました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。おやすみなさい。